テュロスのポルピュリオスは、ネオプラトニズムの哲学者。テュロス出身。彼は、死、プロティノスの唯一の著作、エンネアデスを、編纂、発表した。彼は、自身の著作も多く残していて、テーマも多岐にわたっている。彼の、エイサ号芸は、論理と哲学の手引きであり、そのラテン語訳は、中世を通じて、論理学の標準的な教科書となった。 さらに、いくつかの彼の著作を通じて、特に、卓戦からの哲学、反キリスト教論で、彼は、多数の初期キリスト教徒との論争に携わっていて、また、彼の、ユークリッド言論に対する注釈は、アレクサンドリアのパッポスに転居として利用されている。ポルピュリオスの両親は、フェニキア人で、彼は、テュロスで生まれて、マルクスと名付けられた。彼は、アテナイで、 カッシオス・ロンギノスに支持し、彼にポルピューリオスという名前を与えられた。紫色の服とは皇帝のローブを案に言うものであった。ロンギヌスの下で彼は文法と習字を学んだ。262年にはローマへ行き、プロティノスの名声に魅せられ、6年間ネオプラトニズムを学ぶのに先進した。その間彼は自らの食事を厳しく制限した。 このため彼は気がめいってきて自殺を考えるようになった。そこでプロティノスの助言に従って七アへ行き5年間かけて体調を回復した。その後ローマに戻り哲学の講義を行うとともにプロティノスの著作の編纂を完了した。またプロティノスの伝記を書いた。カルキスのヤンブリコスは古代のネオプラトニズムの著作でポルピュリオスの弟子として 言及されているが、おそらくポルピュリオスの次の世代の主要な人物であることを意味しているに過ぎないだろう。ポルピュリオスとヤンブリコスは、テウルギーの問題で公然と意見をことにしていた。ポルピュリオスは、後年、7歳の子供を抱えた家婦で、熱狂的な哲学とのマルセラと結婚した。それ以上のことはほとんど知られておらず、彼が死んだ日もわかっていない。 イブン・ルシュドとポルピュリオスの想像上の対話。マンフレードでモンティ・インペリアライ・ライバーでハービス、14世紀、ポルピュリオスは哲学的業績で最も知られている。ネオプラトニズムの基本的な文献である理解の学習の手引きの著作を置けば、彼はしばしばアリストテレスの反中論の注釈だとそのタイトルから思われている非常に短い著作。 半中の手引きによって評価されている。しかしながら、バルネスによれば、半中の手引きの正しい題名は、手引きであって、この本は特に、半中ではなく、一般に、オルガノン全体に対する手引きであり、実際には、命題、定義、証明の理論を内容とするという。この手引きでは物体に預かる性質が、 どのように分類されるかが論じられ、実体という哲学的概念が、類、種、種差し、固有性、不耐性の5つに分けられる。ポルピュリオスの最も影響力の強い哲学的功績は、範中への手引きで、アリストテレスの論理学をネオプラトニズムと合体させたこと。特に、範中という概念を実体的に理解したことである。ボエティウスによる、 英雄語芸のラテン語訳は中世ヨーロッパの学校、大学で標準的な教科書となり、それらの学校、大学で中世の論理学や普遍論争が哲学的、進学的に進展することとなった。英雄語芸のうちで極めて重要なポルピュリオスの木は彼の論理学における実体の分類を図示したものである。今日に至るまで分類学は 生物の分類において、ポルピュリオスの木の恩恵を受けている。エーサゴーゲーは、イブヌル・ムカフファによって、当時存在したシリア語版から、アラビア語へ翻訳された。アラビア語化された題名、イサーグーズーの下に、イスラーム圏において長い間論理学の手引きとなる、標準的な教科書として扱われ、神学、哲学、文法学、法哲学に影響を与えた。 この著作の本案や縮図の他にも、論理学に関する独立した著作が、ムスリムの哲学者によって多く書かれ、しばしばイサーグージーという題名が付けられた。ポルピュリオスの、不耐性に関する議論を短所として、不耐性と固有性の適用に関する長きにわたる論争が起こった。ポルピュリオスは、キリスト教に反対して、異教を擁護したことでも知られる。 彼の伝統的な宗教用語論である、タクセンからの哲学は、ディオクレティアヌスやガレリウスによる、キリスト教迫が以前に書かれていて、彼らに、迫害の根拠を提供することとなった、迫害されていた時期に書かれたルキウス・カエキルス、フィルミアヌス・ラクタンティウスの、神聖な教理に登場する異教の哲学者、敵対者がポルピュリオスであるかどうかは長い間議論、されてきた。 作戦からの哲学のキリスト教版は、ポルピュリオスに返せられてきた。このことは、返されあのエウセイビオスによって認められ、テオドレトスのような弁償家たちによって懸念された。ヒッポノ・アウグスティヌスはこのことを否定した、最初の一人であった。ナサニエル・ラードナーはこのことを18世紀に否定した。彼の15巻に及ぶ。 反キリスト教論は断片のみが残っていて、論白の対象として、引用の形で提示される。その中で、彼は、神々はキリストは経験であったと宣言したが、キリスト教徒は混乱した、悪性の宗派であるといったことで有名だとして、引用される。これに対する反論文が返されあのエウセイビオス、ラオディケアのアポリナリス、オリンポスのメトディオス、 マグネシアのマカリオスによって書かれたが、いずれも散逸している。ポルピュリオスが、ダニエル書アンティオコス4世、エピファネスの時代の人物の手になる書き物だと認識していたことがヒエロニムスによって知られている。ヒッポのアウグスティヌスと5世紀の教会史家、コンスタンティノープルのソクラテスは、ポルピュリオスは、キリスト教徒だったことがあると強く主張した。ポルピュリオスは、 彼の文字にイアンブリコスのテウルギーにも反論した。イアンブリコスの秘宝の多くは、ポルピュリオスの批判に対する秘宝のテウルギーの神秘的な戦友の用語にもっぱら向けられていた。フランスの哲学者のピエール・アドは、ポルピュリオスにとって、神秘主義の実践は、魂の発展の本質的な要素なのだと主張している。ポルピュリオスは、ピタゴラスと同様に、霊的。 倫理的な根拠から、菜食主義の支持者であった。この二人はおそらく古典古代の最も有名な、菜食主義者である。ポルピュリオスには、節制論、筋肉食論といった著作があり、動物を食料として消費することに反対した。このため彼は、今日に至るまでベジタリアンの著作において、好意的に言及される。ポルピュリオスはまた、先制術。 宗教、哲学、音楽理論といった広範な分野に関して著述している。彼は、哲学の歴史や、それに付随して、死、プロティノスの生涯を含む哲学者の伝記を、執筆している。彼の書いた4巻からなるプラトンの伝記は、アレクサンドリアのキュリロスによる引用のみが残っている。彼の著書、ピュタゴラスの生涯は、カルキスのヤンブリコスの書いた同盟の伝記と、 混同されてはいけない。クラウディオスプトレマイオスのハルモニア論に対する彼の注釈は古代の音楽理論の歴史の重要な情報源である。ありがとうございます。